北限がねどん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 上がってて、情報が早い生き物でもあるじゃないですか。賢くなる。資源を残す方向も考えていったりとかもさせてもらってるんですよね、はい、自然に接してる僕らってすごく肌で感じますよね。釣るのが難しくなっていってほしいなって思うところもあるんですよ。アングラーの未来をちょっと語りたいなと思ってるんですけど、はい、なるほど。湯川さん的にはそうですね、とりあえずなんでしょう、やっぱり釣れにくくなっていってるっていう現状は誰もが感じていることだと思うんですよね。特にやっぱり昭和からのエギングなんかは、はい、うん、そうですね、ね、やっぱりこう、はい、一時のねすごい釣れた時代から、ね、はい、いい時知ってますもんね。そうそうそう、まさにまさにいい時知ってるんで、そこから比べると今は、はい、点点点ってなるかもしれないけど、はいはいはい、そこはゲームがね、そうですね、やっぱりよりそうですね面白くなる、はい、そうするとまた新しい道具が生まれていったり、うん、あと片側ではまた検体提供させてもらいながら、うん、資源を残す方向も考えていったりとかもさせてもらってるんですよね、はい、その両方をこううまいことね、うん、やっていきつつっていうので進めていければなっていうところですね、うん、ただやっぱり、はい、自分こう感じるのは、はい、例えばアオリイカでいうとレッドモンスターというか、うん、赤いイカ系、はい、要は南方系のそういったイカってそんなに多くなかったんじゃないかなって今ほど。なかったですね、きっとまだ、なんて言うんでしょう、僕らがまだ赤白クワっていうスミヤ系が知らない頃に、うん、昔和歌山で冬になったらでっかいイカ釣れるんだと、うん、きっと赤系だったんですよね、うん、でそこから数年して全くでかいのが釣れない時期っていうのがあったんですよね、うん、で急にまた最近ねこのわーってなってきて、はい、多分ポイントも確立されてっていうのもあると思うんですけど、うん、あとね、うん、それって僕すごく僕的な見方が、はいはい、旗ゲーム、はい、特にその赤旗とか大門旗とかもともとはその北限が結構南の魚だったんだけども、うん、はい、増えてんだよね。北限が ね、はい、どん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 上がってて、はい、確かに今もう房総半島で赤旗をてんやで釣る、はいはいはい、てんや赤旗の乗り合い船がある。これ今までだったら考えられないけどね。カサゴは釣れてたんだけども、はいはいはい、そんなまとまった数赤旗が釣れる時代じゃなかったわけです、はい、なるほどです、うん、確実にその海の環境っていうのは変化してます、うん、してることは絶対してますね、はい、間違いなくて、はい、その生息域っていうのが変わってる、うん、日本海のキジハタなんかは今年びっくりしたのが、はい、もう本当3週間ぐらい前なんですけど、はい、友達が函館の沖堤防でアイナメを狙ってたら、はい、43センチのキジハタが釣れたっていう、もう一気に上まで行っちゃった。そうですね、だからキジハタももう秋田は結構もうメジャーにみんなが狙え、はいはい、で一気にまた北上して津軽海峡もキジハタ君たちは今越えようとしてる。なるほどです、うん、それがこういいとか悪いとかそういうことではなく、うん、やっぱり取り巻く環境が変化してきてる中で、うんうん、特に自分がこうターゲットとしてるハタなんかっていうのは、うん、まあ、その確かに枯渇の心配が真旗とかね、こう従来からのこう旗の中では希少価値の高い旗の種類もいるんですけども、僕が今メインターゲットとしている赤旗とか大門旗って確実に増えてるし、確実にこの供給されてるというか、なるほど、だからやっぱり紀伊半島 の、 そのレッドモンスターなんかもやっぱりその回遊ルートっていうのがやっぱりこうより変化してきて、そうですね、うん、確かにその赤系を毎年ね大体 4,50 体検体提供させてもらってるんですけど、はい、
で年間そんなに釣るんですか？そうですね、まあ、仲間にも協力させてしてもらいながらなんですけど、はい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 、でその中でもこう分かってきたことが、はい、完全にその南方で釣れてるアカ系と和歌山で釣れたアカ系っていうのはもう DNA が別物なので完全に和歌山で生まれて育ったものだっていうことがもうほぼほぼ確定してるんですよね。だからあっちから泳いできてきたわけじゃなくて、もうそこに産卵して育ってできてる個体たちだっていう住み分けができてきてるので、赤イカ系のアオリイカも、うん、まあそうやって繁殖できるってことは平均水温もやっぱり上がってますよね。上がってるってことは間違いない、ね、はい、そうですよね、はい、それに伴うね、やっぱりこの環境の変化っていうものと、うん、やっぱり僕らアングラー取り巻く環境はやっぱり常にね、やっぱりこう釣り場自然に接してる僕らってすごく肌で感じますよね、うん、そうですね、変化をね、そうですね、うん、それに対応していくね、何かがまたできればいいなっていうのと残していく方向ができればいいなっていうのと両方こう同時にね進めていければ、そうですね、はい、やっぱり自分なんかはやっぱり日本のゲームフィッシングっていうのはこうね、どうあるべきかななんてこうちょっと思う年齢になってきたものでね、こう今年なんかはアメリカに行って、その特に旗を取り巻く環境、ゲームフィッシュとしてこう取り巻く環境っていうのをまあちょっと勉強しないといけないなと思って、でフロリダでまあ旗ゲームで、西海岸側のロサンゼルスでキャリコバスっていう、はい、まあ本当にこうバスっていう名前ついてますけど、はいはい、まあ海のソルトウォーターの、はい、ジャイアントケルプっていうその大きな昆布の浅場にまあいる、まあ、旗っぽいこう魚がいるんですよ、うん、でそれは昔からこう、はい、ソルトウォーターのそのソフトルアで狙うゲームとして成り立ってたものなんですけど、それがすごくそのゲームフィッシングとして確立してるわけですよ、アメリカではね、長きにわたり。あ、そうなんですね。乗り合い船もあるし、チャーター船もあるし、まさに日本の遊漁船のそのシステムと同じで、決してそのプレジャーも多いし遊漁船もあるしっていうので、日本と変わらないそのプレッシャー、フィッシングプレッシャーみたいなものがかかってるんだけども、釣れるんですよ、釣れてるんですよ未だに。それは何でかって言ったら、はい、一つすごいなと思ったのは、はい、キャリコバスは、はい、市場で漁師さんが取ってはいけない魚、市場で流通させてはいけない魚としてちゃんとこう指定されてる、はい、でそれは全てはその遊漁がもたらす経済効果っていうのもちゃんとその証明されてて、その漁師さんが市場に流すその経済効果と、の遊漁のアングラーがまあライセンスからいろいろそのチャーターボートだったりそういったこう経済活動をするその金額はやっぱりキャリコバスにおいてはそのゲームフィッシュとしての価値を高めるように、要は個体をしっかり守っていこうというレギュレーションがねしっかりしてる。なるほど。だからいつでもちゃんとゲームが成立する環境っていうのが整えられてるっていうところがね、それはもう本当遊漁船のシステムだったり、港のそのボートランプ、要はその船がその自家用ボートを上げ下ろしするその環境だったり、もう全てにおいてねその成立してる、その状況を見れてよかったなと。確かにそうですよね、うん、だからやっぱ目指すところってなんかやっぱり僕らゲームフィッシャーマンというかね、これからやっぱりクーラーいっぱいにしてつる釣りっていうよりは、やっぱりこう本当に自分が好きな釣りと魚と向かい合って一匹をしっかり釣り上げるプロセスを大事にする時代に僕らこそ変えていかなくちゃいけないんじゃないかなってすごく本当に真摯に思ってるんですよ。だからこそ自分が知り得るこう情報だったりっていうのをどん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 こういろいろ日本各地は釣り歩く中にね、そういうことも含めて広げていきたいなって思ってるんですよ。大事ですよね、そうやってね。そうですね。やっぱり特にアオリイカとかは、うんうん、春浅場でね、こう産卵するじゃないですか。はいはい、ちょうどそれがこうねベストシーズン、でかいかのベストシーズンとリンク、まあそうですよね。ね、リンクしてますからね。そうそう、そこがすごくこう歯がゆいところではあると思うんですよ。そうですね。うん。だけどやっぱりそこはやっぱりゲームとしての面白さも
伝えると同時にそれ以上にやっぱりその資源保護的なところも伝えていかなくちゃいけないし、うん、そうですね、この間のなんかロケとかでも割と本当もうリリースできるやつはしてっていう感じにしたりで、南の方でもねあのタグつけてリリースして生存率はどうなのかとかやってたりとかで、実際でもそれがちゃんと生きててっていう結果も出てたりするんで、はい、そうですね、ね、すごい大事なことですよね。そうですね、もう一つのでも片側の考え方でその1年しかも生きないじゃないですか、その中でこう遺伝子にね組み替え慣れていく情報が早い生き物でもあるじゃないですか、賢くなる。そうです、だからリリースすればするほど賢くなるのも現実。この先でもその釣るのが難しくなっていってほしいなって思うところもあるんですよ。あよりねそこがこうタックルの進化だったり、うん、そうそうですよね、スキルの進化、はい、ね、そうなんですよね、やっぱりステップアップの部分であることだけは間違いないですよ、はい、